2014年コモンウェルスゲームズは2014年7月23日から8月3日にスコットランドのグラスゴーで開催された。大会開催にあたっては2007年11月9日のコモンウェルスゲームズ連盟の理事会でナイジェリアのアブジャを破り開催が決定された。71の国と地域、そして4947人の選手が参加し、 史上最大のコモンウェルスゲームズである。2013年10月7日、ガンビアはコモンウェルスから脱退し、今大会に出場しないと発表した。枠内の数字は試行競技数。なお、日付はイギリス時間である。2014年7月23日から8月3日、数字は、金メダル確定数回会式は7月23日午後9時から、セルティックパークで行われ、 ロッド・スチュワート、スーザン・ボイル、ニコラ・ベネデッティラが登場した。また選手入場の際にマレーシアは、マレーシア航空17便の犠牲者を追悼するため、半旗を掲げて入場。さらにアレックス・サモンド自治政府首相には、黙祷が捧げた。連盟機には、イアン・ソープ、ニコル・デイビッドらが登場した。クライマックスのクイーンズ・バトンリレーの最終ランナーに、サークリス・ホイが、 コモンウェルスゲームズ連盟のイムラン会長に手渡され、女王に開会宣言が告げられた。閉会式は8月3日午後9時からハムデンパークで行われ、カイリー・ミノーグ、ルル、ディーコン・ブルー、ドギー・マクリンらが登場した。連盟機がグラスゴー市長からゴールドコースト市長に引き継がれた。そしてエドワード王子により閉会宣言が告げられた。フィナーレにはスコットランド民謡。 オールド、ラングサインを大合唱し、12日間の大会に幕を下ろした。ホストネーションほか、ハットグラス号2014プレゼンテーション、トランスクリプト、ありがとうございます。